サバカルルジャンヌ、またはサバカルルジャンヌは1928年に公開されたフランスのサイレント映画である。監督はデンマークのカールス・ドライヤーで、主演はルネ・ファルコネッティである。ジャンヌ・ダルクの異端審問裁判の様子とその後の家計までを扱った作品で、実際の裁判記録をもとに脚本が書かれ、ジャンヌを英,英雄視せず、 あくまで尋問長書から読み取ることができる一人の人間として描いている。物語の中心となる法廷での尋問官とジャンヌの問答の場面は極端な顔のクローズアップと会話字幕の多様で繋いでいる。鎖でつながれたジャンヌが兵士に伴われて姿を表す。異端尋問官たちの前に連れてこられたジャンヌに次々と質問が投げかけられる。 ジャンヌはそれに一つずつ答えていく。新聞官たちは巧みに彼女の答えを誘導する。彼らはジャンヌに神と取引をしたと言わせ、それは神への冒涜だと返す。フランス王シャルル7世からジャンヌへの信書だと偽りの手紙を与えることにより新聞官の一人を彼女に信用させる。それを利用し誘導尋問を進め、ジャンヌから教会の存在意義を否定する言葉を引き出そうとする。 拷問室へ連れてこられたジャンヌは、さらに脅迫を受ける。ジャンヌが見たのは、神ではなく悪魔であること。自らが悪魔の手先であること。それらを認めた上で悪魔の教えを捨て去ること。その証明として、異端放棄の宣誓書に署名をするよう迫られる。ジャンヌは気絶する。治療のため医師がジャンヌに射血を行う。それにより、 さらに体力を失ったジャンルは死への恐怖におののく。コーションはジャンヌが求めていたミサの準備をする。しかし、生体配慮の段に至り、彼らはそれを遮って、ジャンヌに一旦放棄の署名をする要請もある。コーションは、春巡するジャンヌにミサの中止と死刑の準備を告げる。 ジャンヌは処刑場に引き出される。心身ともに衰弱したジャンルは死への恐怖から、ついに審問官たちに屈する。家計を許され、終身刑を宣告される。牢獄に戻され髪を剃られたジャンヌは処刑場でのことを、後悔する。審問官を呼び、署名の撤回を求める。死を免れるために嘘をついたと告白する。家計の準備が始まる。魔衆はミサを手配し、 ジャンヌの国会を聞く。家計を聞きつけた群衆が城に押し寄せる。ジャンヌは生きたまま火で焼かれる。ジャンヌの死刑を非難する群衆が暴動を起こすが、兵士たちがそれを鎮圧する。監督第一作、裁判長以来、主に家族の物語を描いてきたドライヤーは、フランスを舞台に歴史劇に取り組むことになる。主の世界的な成功を受け、ドライヤーの元に、 フランスの映画会社ソシエテ・ジェネラール・デュ・フィルムから映画制作の依頼が舞い込んだ。当初、マリー・アントワネット、カトリーヌ・ド・メディシス、ジャンヌ・ダルクの3つの企画案があった。ドライアート・ソシエテ・ジェネラールとの間で幾度かの会談が持たれたが決定を見なかったために、最終的にくじ引きにより、ジャンヌ・ダルクを扱うことが決められた。ソシエテ・ジェネラルは、ジャンヌ・ダルクの小説を書いて、 注目を集めていたジョゼフ・デルテイユと契約。デルテイユは映画脚本を仕上げるがドライヤーはその脚本を使用しなかった。彼がこの映画で描こうとしたのは聖なるジャンヌとしての神話化された英雄物語ではなく実際の裁判記録に基づいた裁判の再現であった。歴史学者ピエール・シャンピオンの助力を得て裁判記録を詳細に研究したドライヤーは 古文書が明らかにする異端審問官たちの裁判テクニックに注目した。それは審問官による簡潔な質問と短く明快なジャンヌの答えであった。簡単な問答を繰り返しつつ、徐々に審問官たちの有利な方へと答えを誘導しようとする。その一言一言がジャンヌをいたぶり苦痛となって彼女を苦しめる。 その裁判テクニックを映画の中に映し入れようとした。その両者の問答を映像で表現する手段として、クロースアップが用いられた。極端なアップと行革撮影によって、ジャンヌが受けた言葉による拷問と同じ衝撃を見るものに与えようとした。結局、脚本はドライヤーが自身の手で完成させた。映画の中で語られるセリフはすべて実際の裁判長所から取られた。 そして実際は数ヶ月かかった裁判を1日の出来事としてまとめ上げた。使われなかったデルテイユの脚本が1928年にサバカルル・ジャンヌの脚本として出版された。ドライヤーによるオリジナル脚本は1964年に吸血鬼・怒りの日・奇跡の脚本とまとめて出版されている。ドライヤーはこの作品を 陶器映画にしたいと考えていた。しかし、そのスタジオ設備を整えるリスクを犯すことを、当時のヨーロッパ映画界は避けていたため断念、するしかなかった。撮影では一つ一つのシーンを納得がいくまで繰り返し作り込んだため、膨大な量のフィルムと時間を費やした。ドライヤーは、すべてのシーンで、ノーメイクで演じる俳優に、字幕で書かれているのと同じセリフを喋らせ、 トーキー映画のようにして撮影した。さらに、脚本の筋の運びの順番通りに撮影し、その場に実際の裁判が復活したかのような本物のジャンヌと審問官たちが蘇生したかのような雰囲気を作り上げた。俳優たちは催眠術にでもかかったかのように彼らの役を演じ続けた。撮影が終わった後も、ある者は泡を吹きながら、ジャンヌに暴言を浴びせ続け、 またある者は、実はあいつは魔女だったのだ。と一人つぶやいていた。恐怖と疑瞞で満ち溢れた法廷の重い空気が常に、スタジオに溢れていた。処刑の前、髪を剃るジャンヌのシーンが行われた時、撮影スタッフたちは涙を流し、撮影が終わると彼らは花を手に、ジャンヌ役のファルコネッティの元へと集まってきた。ファルコネッティもまた涙を流していた。ドライヤーは、 ゆっくりヒロインに近づき、彼女の涙のいくつかをその指で拭い、それから彼の唇にその指を押し当てた。この映画には、詩人、作家、舞台俳優であり、後年、残酷劇を継承し、後の時代の思想、演劇界に影響を与えることになる、アントナン・アルトーが出演している。すでに、作家、舞台俳優として、なお知られていたアルトーは、映画出演も、 積極的に行っていた。サバカルル、ジャンヌの直前には、アベルガンス監督のナポレオンにもマラー役で出演している。その後もアルトは、脚本の執筆や映画制作などに力を入れていたが、いつしか失望へと変わり、映画界から離れるだけでなく、映画を攻撃するまでになった。しかし、ジャンルイブローによると、アルトは、 ドライヤーの人間性と俳優たちへの接し方に感銘を受けたといい、一緒に仕事をしたことを忘れがたい思い出として持ち続けた。当時、映画俳優たちは多くの場合、中身が空っぽの操り人形だったが、ある党はドライヤーが各登場人物の心理に分け入るために心を使っているのを見て驚いたと述べている。そして、ある党は自身に当てがわれた役について、 私が映画について、死について、人生についてどんな考え方をしていようと、とにかくその時は私が関わっているのがある美学、主義主張でもなく、一つの作品であり、最も苦悩に満ちた問題の一つを解決しようと、努力している一人の男であることが分かった。ドライヤーはジャンヌ・ダルクが最も恐ろしい変形の一つの犠牲であったことを証明しようとした。政府とか教会とか他の、 どんな名で呼ばれようと、神の原理が人間たちの脳を通ったために起こる変形の犠牲であることを取り返した。撮影カメラマンは、ポーランド出身のルドルフ・マテが起用された。ミカエルで初めてドライヤー作品に参加した。マテの仕事ぶりを高く評価したドライヤーは、サバカルル・ジャンヌ、さらに自作の吸血鬼でもマテを起用している。ドライヤーは作品ごとにその映画を成り立たせる。 表現スタイルを探し求めたが、それはカメラマンとの共同作業の場でもあった。映画批評家、ドナルド・リッジーは、マテの仕事について、彼はドライエルとファルコネッティと共に三脚の一本を担うものだった。ドライエルの意図を実現したのは彼であり、異端求問書において質問する裁判僧たちのいくつかの顔を、不意に画面全体を満たすかに思われる。 優れた大内氏に捉えたのも彼であると評している。ドライヤーはマテについて、私は幸運なことに、これまで常に仕事を愛し、仕事のすべを心得、しかも、ある種の探求に没頭したり協力したりすることを嫌がらないカメラマンを見つけることができましたと述べている。この映画では撮影用フィルムとして、パンクロマティックフィルムが使用されている。当時は新製品であった。 このフィルムは観光域が広く、可視光線全域を捉えることができ、肉眼で見るのに近い明暗を再現できる。これ以前のフィルムでは赤い光には反応せず、たとえ画面内に赤があったとしてもそれを白黒の濃淡で再現するのは不可能であった。このフィルムの再現性の高さは、超クロースアップで捉えられた俳優たちのノーメイクの顔をさらに引き立たせ、 監督が意図したリアリズムを増幅させた。このフィルムの特性は舞台装置に施された彩色も引き立たせた。中世の写本に収録された細密画をもとに、この物語の舞台となるルーアンの城塞が作られ、壁は薄いピンクに彩色された。美術を担当したのはヘアマン・バルムとジャン・ユーーである。ヘアマン・バルムはカリガリ博士の舞台装置を制作した人物である。 バルムは、ルドルフマテと同様に、吸血鬼にも参加している。ジャン・ユーゴーは、フランスの画家、舞台美術家であり、作家ビクトル・ユーゴーのひ孫である。ドライヤーはこの映画の舞台装置を用意する上で、既存の中世の建築物を使用したりモデルにする、ことを避けた。中世に描かれたミニアチュールは、ルネサンス以前のものであり、遠近法が使われていない。 それを元にセットを組み上げたために城や家々は独特なプロポーションを成している。中世を再現するために現代的なリアリズムにおいて行われるのではなく、中世海外に見られる造形上の真実その時代の画家が世界をこのように見、再現したという真実によって、ルーアンの街を再現しようとした。セメントで作られたこの城は高い塔を持ち、縄文や跳ね橋を備え、 城壁の内側には、教会や地、広場などが建造された。撮影では使われない部分に至るまで再現された。サバカルル・ジャンルは、1928年4月、まず最初に、デンマークで上映された。同年10月、フランスで公開されたが、カトリック教会の思惑で改変された形でしか、上映できなかった。教会と、 異端新聞館を告発するかのようなこの作品を受け入れることは彼らには到底できるはずもなかった。フランスにおいてオリジナル版を見ることができたのは一部の映画評論家や映画関係者のみで改編が行われる以前に見ることができた彼らはこの映画を高く評価している。オリジナル版を見ることができた映画理論家のレオン・ムーシナックは検閲後の 一般公開版を次のように表している。カールドライヤーの全く関与していない妥協に続く、カットと修正はあまりにひどく、退屈で動揺した映画を、観客はここに認めうるだけであった。そんな中、同年12月、編集済みのオリジナルネガを保管していた、ドイツのウーファ社の倉庫で火災があった。その火事によって、オリジナルネガは消失した。外国にフィルムを売るために、没になった。 未使用ネガをかき集めドライヤー自身の手により再編集が行われた。そこからポジプリントが起こされ、それがデンマーク、フランスを除く諸外国に送られ各地で上映された。1929年にはパリで保管していた第二ハネガが再び火災により失われた。その後、ソシエテ・ジェネラール・ドフィルム社が負債を抱えて倒産。 それに伴い、残された、未使用ネガが散逸。デンマークで上映された、ポジプリントは2本あったと言われるが、これも散逸した。この時点で存在が分かっているのは、世界各地に送られた第2版ポジと、フランスで検閲の末に改編された第1版の、フランス語版ポジとなった。その後、ドライヤーの感知しないところで散逸した、未使用ネガを使い再編集が行われたり、 デンマーク映画博物館の主導で世界各地のプリントを使い最良のバージョンを作ることが試みられたりした。さらに様々な版のプリントが様々な形で改変、コピーを重ねられ世界各地に流布していった。特にアメリカにおいて違法コピーが広く流通した。コピープリントからさらにコピーが繰り返され、それらは後にビデオテープやレーザーディスクにもなって、 世界各地へと広がっていった。しかし、1981年にポジプリント1本がノルウェーのオスロにある精神病院で発見され、1984年になってデンマークで上映された無修正の第一版であることが判明した。デンマーク語字幕が付けられている。そのオリジナルプリントは綺麗に保存されていた。そのプリントは同年11月に企画されていた。 イタリアのベローナでのドライヤーの国際シンポジウムで上映された。日本では1929年に初公開された。試写の段階ではジャンヌ・ダルクやジャン・ダークという作品名で紹介されたが、この作品は新感覚なる演出が用いられており、刺激的題名を変更する必要があるとして、 この作品を輸入した山に陽光者により一般公開前に新放題が付けられた。サバカルル、ジャンヌ、セント・ジョン、ジャンヌ・ダルクのパシオン、ジャンヌ・ジュナン編ン、ジャンヌ・最後という5つの候補名の中から賞金付きで一般公募がなされた。1994年には有楽町朝日ホールでノルウェーで発見されたオリジナル版が初めて上映され、その後も 各地で上映されたが、それはいずれもシネマテイクフランセーズにより、中間字幕をフランス語に書き換えたバージョンである。それと同版が1999年に、米クライテリオン社から世界で初めてソフト化されている。2005年、デンマーク語字幕版 DVD が日本において、木の国や書店から発売された。1984年にオリジナルフィルムが発見されるまでの半世紀。 オリジナル版を見ることができたのは極限られた人たちだけであった。それも1928年のほんの数ヶ月足らずである。また、この映画は極めて特殊な表現形態を持っていた。それゆえに賛否は分かれた。日本では初公開当時、賛事と戸惑い等を伴って迎えられた。批評家や映画主等ではおおむね好評で、例えば内田君よは、 カール・ドレイエールの作った、得意なる、そして全く優れたる映画。指揮者の必ず一見を要すべきもの。この数年間における最良の映画の一つはこれである、と評したが、人気が呼べるかどうかは疑問、研究者、構塚にも手早されるだろうという指摘もされている。フランスの映画監督、ロベール・ブレッソンはこの映画を否定し続けた一人で、ある。 彼が見ることができたバージョンは不明だが、著作で次のように表している。真実のない時、観客は虚偽に執着する。ドライヤーの映画の中で、ファルコネッティジョーが眼差しを天に投げ、観客の涙を強要するあの表現主義的な手法。1961年に、ブレッソン自身もまた、ジャンヌ・ダルクの映画を撮影したが、やはりブレッソンもまた実際の裁判記録を、 脚本化するというドライヤーと同じアプローチをなぞることになる。ドライヤーは1965年のインタビューで一本も見ていないと答えている。現代映画講座第3巻シナリオ編に劇的競技36という章がある。これは劇的なシチュエーションを36通り設定し解説したものだが31番目に神と戦うという項目がある。 映画監督大島渚はその子を読んだ時そこにドライヤーを重ね合わせた。そして映画監督という職業への恐怖心を抱いた。大島は映画監督とは神の仕事であると言い,い、ドライヤーはそれを自覚していただろうと分析する。彼は人間を含めて自然がそれぞれの命のままに生きかつ死ぬ以外にないことを知っていた。自然の上に降る光と影も、 また人間の意志を超えて巡り行き巡り来たるものであることを知っていた。知りながら彼は自然に別の命を与え、光と影を与えようとした。神を恐れぬ仕業である。何のためにおそらく彼はそのことによって神を見ようとしたのだろう。ドライヤーはその頃、神を見ようという狂気に身を焼いていたのだ。ジャンルノワールもまたドライヤーを高く評価していた。 ルノワールはドライヤーが世を去った直後に、次の文章を残している。ドライヤーは理論を超越しており、自らの武器を選ばない。我々、彼の観客に至り着くまでに、彼の霊感がいかなる道のりをたどったかなど、どうでもいいではないか。重要なのは、サバカルルジャンヌだけでなく、他の著作によっても、彼は、我々と共にあり続けるだろうということだ。 そして非近な日常を遥かに超えた地点で会話が成り立ったということである。一家は日本でのランキング。ありがとうございます。